フェニックス通りは三重県津市、渚町から津市中央を結ぶ道路である。中央分離帯にフェニックスが植えられている。正式名称は津市道津港渡部線。2005年の渚町高速線ターミナルの完成と同時に近鉄道路伊東も新たに開通。よって近鉄道路伊勢と伊東で若干景観が異なる。都市計画に基づき、 津市中心部の橋内地区を南北に結ぶ国道23号に対し東西を結ぶ都市軸として開通した。1967年に開通したためシンボルのフェニックスが成長している。このフェニックスは八丈島山で6メートル間隔で99本植えられている。景観対策として電柱の色が焦げ茶色に配色されている。津祭り開催時には 三重県道114号上浜高、茶屋被災線伊藤は歩行者天国となる。高速線ターミナルと同時に作られたため、フェニックスの成長が近鉄道路移勢より遅く、誰にでもわかる。街灯にもこだわっており、夜に訪れると日本でないような錯覚になるよう設計されている。西村 2018P179ABC 門川日本地名大辞典編纂委員会編 1983P931 西村2018ピアニッシモ178から179ありがとうございます。